はい、のぞみでございます。沖縄県与那国島に住んでおります。僕のね、与那国島のお仕事がですね、観光ガイドのお仕事をしてるんですけども、今ここにいるのがですね、大型バスの運転席でございます。大型バス、こう運転しながらですね、こうマイクをつけましてガイドをしていきまして、もちろん景勝地に着きますとね、お客様をガイドしていくのが、僕のお仕事なんですけども、今はね、シーズンオフでね、バスが稼働しておりません。そして今ね、コロナの影響でね、観光業界はね、とても厳しいところにあるんですけども、僕たちのね、与那国島のハイシーズンがだいたい10月からだいたいですね、ゴールデンウィーク明けぐらいまでがね、ハイシーズンになるんですけども、今年はコロナの影響もございまして、3月の途中でね、もうぱったりキャンセルになりましてね、かなり大打撃を受けたんですけども、今日はですね、この大型バスちょっと3ヶ月点検出しましてね、その後ちょっとこう試運転がてらにね、島一周したいと思います。今シーズンオフなのでね、たまにこうバスを乗ってね、あげないと、調子が悪くなりますのでね、今日はちょっとこう一周していきたいと思います。こうね、運転席から眺めるね、車窓を見てもらいながらね、こうなんか与那国島にこうちょっと来てるかなっていう雰囲気を味わっていただければね、幸いだと思います。もちろん秋に向けてね、コロナ対策していきますのでね、秋には皆様ね、ぜひ与那国島に来てほしいのでね、ぜひよろしくお願いいたします。では早速ですけどもね、ちょっと運転していきたいと思いますのでね、ちょっとこう皆さん一緒にこう与那国島をね、旅行した気分になってください。日本の一番西側にあるバス会社、最西端観光株式会社。さあ、こちらのバスがね、大型バス、全長12メートルです。定員がね、正シート45名、補助席入れますと53名まで乗車できます。今日はね、このバスに乗って、ぐるり島一周をしたいと思います。与那国島はね、島一周27キロでね、とても小さい島でね、ちょっと島の割にはね、大きいバスなんですけどもね、観光のお客様でね、満帆になる時もございますのでね。あと大型バスの他に中型バスもございます。今日はね、これに乗っていきたいと思います。では、車内に入っていきましょう。こちらが運転席でございます。さあ、コロナ対策としましてね、乗務前、乗務後のね、アルコール消毒も徹底しております。そして車内の換気も行っておりますのでね、皆様安心してバスに乗車してくださいね。
さあ間もなく会社に到着でございます。島一周27キロ、バスの運転席から見る与那国島、いかがでしたか？少しは楽しめたでしょうかね。ちょっとでもね、与那国島に来た雰囲気が味わっていただければね、本当に嬉しいと思います。さあこちら会社に到着でございます。今回のね動画は以上となりますのでね、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。無事に到着いたしました。